聖遺物、聖遺物、聖遺物は、キリスト教の教派、カトリック教会において、イエスキリストや聖母、マリアの遺品、キリストの受難に関わるもの、また諸聖人の意外や遺品を言う。これらの品物は、大切に保管され、日々の祭儀で用いられてきた。聖遺物のうち聖人の意外については、聖教会での普及体に相当する。古代から中世において、 盛んに数形の対象となった。成人数形は2世紀半ば頃に、ローマ帝国におけるキリスト教の迫害で命を落とした殉教者の遺体を信徒が手厚く葬って、その生涯と徳を称え、信仰生活の模範として仰いだことに始まる。信徒たちは、成人の命日に墓に集まり儀式を取り行った。やがて殉教者の遺体を中心に聖堂が混流されるようになった。 4世紀にキリスト教がローマ帝国の国教となって後、殉教者や真意にかなった生き方を貫いたとみなされる、聖職者や信徒に死後、聖人の称号が与えられるようになった。そして聖人とその異物に加護と神への取り継ぎを求める様々な宗教実践が形されていった。これには、日々の願掛け、治癒の奇跡などが含まれる。8世紀には、 キリスト教で最も重要な祭儀である生産を取り行う主祭壇の下には成人の遺体か少なくともその一部が埋葬されていなくてはならないと定められた。このため聖堂を建てるときには生物の入手が不可欠となった。フランス革命では多くの寺院が製造破壊運動によって破却された。その後、ナポレオンとローマ教皇ピウス7世のもとで結ばれた。 コンコルダートによって長らく冷え込んでいたローマとフランスのに融和的な関係が生まれた。王政復古期にかけて破却された聖堂を再建するためにローマのカタコンベから多くの聖遺物がフランスに持ち込まれた。1835年から1850年の間に約300体の聖遺外がフランスに持ち込まれたが、その新丸に科学的考古学的な議論が起こり、この現象は 下火となった。生意物の入手には様々な手段が講じられた。これにより遺体の移動や分割が進んだ。窃盗や超自然的な経緯で生意物を手に入れた教会の演技担も多く、複数の聖堂が同一成人の遺体を所有していると主張している例もある。古代末期にはかつての殉教者の遺体を高値で取引する者も,も出て批判の対象となった。 まがいものも数多く出回り、カトリック百科事典によれば、イエス・キリストの手足を十字架に打ちつけた清は、世界中で30本を下らないだろうと言われている。聖遺物の略奪、洞窟は犯罪行為で、ローマでは死罪に当たった。だが略奪が許されざる行為なら、聖遺物イコール聖人が抵抗したに違いない。ゆえに、略奪の成功は、聖人が、 従来の墓所管理や対応に不満だった少佐である。よって、略奪による異想は、成人の意志にかなっていた。このような正当化のロジックが普及した。生遺物は、神の恩寵を地上に媒介することで奇跡を起こすと、考えられた。そのため奇跡で評判の生遺物を所有する者は、自分こそ、神の恩寵に預かる正しい術を保持する正当な、権力者であることを命できた。 そこで中世ヨーロッパ社会では、高位聖職者や王公貴族などの権力者が、人脈や財力を駆使して、キリストや人気の高い聖人の聖遺物を入手しようと競った。聖遺物には奇跡を起こす力によって、大勢の巡礼者を引きつけ、教会の引いては、町、国の格を高め、さらには巡礼者、現在で言えば、観光客を引き寄せられるというメリットもあった。 そのため巧妙な聖遺物の導入に成功すれば、聖堂の所在地一帯には繁栄がもたらされた。膨大なコレクションを誇る巡礼地も存在した。11世紀末から13世紀にかけて、十字軍は多くの聖遺物を西ヨーロッパに持ち込んだ。宗教指導者たちは、教会や修道院の略奪を禁止していた。だが、第4回十字軍。 1202年から1204年の攻撃により、コンスタンチノープルが陥落し、何世紀もの間その大量の生物の所蔵地として、有名だったビサンツ世界の首都の門が開かれると、数多くの信徒や聖職者が、教会に押し入り、略奪した聖なる品物を西方へと持ち去った。これら、経験な盗人には次の聖職者が含まれる。中世においては、価値ある。 生物を所有することは、単に信仰心から来るだけでなく、政治、経済的な意図が働いて高額で取引されることも多かった。例えば、信仰心の強かったフランスのルイ9世は、キリストの被ったという茨の冠や聖十字架を高額で買い求めたという。キリスト教会が生物の分野を通じて、キリスト教の勢力を拡大し、 ヨーロッパに残っていた異教の習慣をキリスト教化しようとしたのに対し、世俗の権力者はキリスト教の権威によって自らの脅しを確立し、贈答を通じて他の権力者との間に友好関係を結ぶために聖異物を活用した。13世紀以降、聖異物の認定や移動に対する教皇庁の統制が強まるが、これはキリスト教会の中央集権化と関わっている。 カトリック神学では、神の身が崇拝の対象である。そのため、聖異物は崇拝ではなく、崇敬の対象である。聖ヒエロニムスは次のように、創造主よりもむしろ創造物に屈するべきであることを恐れて、私たちは礼拝をしない。崇拝することはないが、殉教者を崇敬するために聖異物を崇敬すると宣言し、カトリック教会は異物を三つの等級に、 分類している。教会法第1190号では、使徒座の許可を得ずに、他の手段で生異物の売買を行うことは、厳重に禁じられている。生異物は、御生体のための祭壇の上に行くことはできない。特別な力を認められた人物の墓や性病に、猛出て祈願する、宗教実践や、遺体、遺骨の分与が、社会において、一定の役割を果たす状況は、仏教、 ユダヤ教、イスラーム世界にも認められる。だが、キリスト教の生物には、キリストの体との関係という特徴がある。キリスト教ではキリストが十字架にかかって、自らの肉と血を神に捧げた、受難によって、神の恩寵がこの世界に持たされ、人の罪が買われたとされる。この救いの業を受け継ぐのが、生体配慮の祭儀である。その中で神に捧げられ、 信徒に分け与えられる生体、パンとブドウ酒は、受難におけるキリストの肉と血と同じように神の恩寵を媒介すると早くから考えられていた。その後、苦しみながら神に命を捧げる殉教にも受難と同じ価値があると考えられるようになり、聖人の遺体、生異物にも恩寵を媒介する力が認められていった。十三世紀には生異物と死災の仲介によって、 生体がキリストの真の肉と血となるという生体神学が確立する。16世紀になると聖書とキリストが定めた、祭儀以外に温調に預かるすべはないとする。プロテスタント諸派では、聖職異改正とともに聖異物が否定されるようになった。プロテスタントは、聖人崇拝とともに、聖異物信仰も禁じ、プロテスタントが支配的となった地方の聖異物は、 容器と共に破壊された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。